暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回は禅の知恵で心身を整える習慣の取り入れ方というテーマについて、平井正宗さん著、お坊さんに習う心が整う朝昼夜の習慣をもとに考察していきます。この動画を見ることによって、ネガティブな気持ちに振り回されない方法について学ぶことができます。ここで少々宣伝させてください。家電の買い替えの前に下取り価格が分かれば何かとスムーズなのに。お片付け研究室の運営会社アシストでは、誰でも簡単に LINE の自動査定ができる下取りチェッカーというサービスを運営しております。詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひ LINE のお友達登録からお願いします。それでは本編に早速参りましょう。突然ですが、嫌な出来事、悩み事に頭の中を支配されて気持ちが浮き沈みしやすい。もしそんなお悩みを抱えた方がいたら、あなたは何とアドバイスしてあげますか？今回ご紹介することを実践していただくと、ネガティブな出来事に心まで支配されず、平穏に過ごしていくことができるでしょう。それでは具体的な方法を解説していきます。一言で言うと、禅の知恵を習慣に根付かせることです。本書の著者は臨済宗派のお寺の住職を務める平井正宗さん。平井さんが語る禅の魅力は、小さな行動を習慣化することにあるといいます。特別な勉強や行動をしているように思える禅の修行かもしれませんが、10代の頃から修行を積んできた平井さん曰く、そもそも修行とは生活の基本を勉強すること。朝起きたらお経を読む、座禅をする、朝食を食べる、掃除や作務と呼ばれる作業を行う、夕ご飯の後には座禅をする、寝る、そんな基本の型がある毎日を繰り返し、その型を根付かせ習慣にすること自体が修行だというのです。起床後の朝の時間に心がける習慣、仕事の合間に取り入れる習慣、寝る前の習慣、僧侶たちが日常に浸透させる当たり前の習慣を続ける、それ自体が禅の知恵ということ。その一つの行動を一日やってみることで劇的に生活が一変するわけではありません。しかし、習慣に根付くまで禅の知恵を取り入れてみることで、これをすれば心が落ち着くと思える日がきっと来るでしょう。ここでは禅の知恵を取り入れる習慣についてポイントを3つに絞ってみました。朝は呼吸を整える時間を、手を洗うことで没頭の時間を持つ、一日の終わりを布団の中で振り返る。ここからさらに詳しくこれらを一つ一つ解説していきます。朝は呼吸を整える時間を、まずはじめに朝は呼吸を整える時間をについて解説していきます。さて、ここからは禅を習慣の中に根付かせる方法として、本書で取り上げられている朝昼夜の時間ごとに分けてできることをご紹介します。まず起きてすぐの朝の時間、忙しい朝だからこそ自分の呼吸を整える時間を大切にしたいところです。ここで平井さんがおすすめする禅の習慣は、起床後に座禅を組み自分の呼吸を見つめる時間です。禅の世界では聴心、聴息、聴心という言葉があります。これは座禅を組むことで姿勢を正し、正しい呼吸をすることによって自然と心も整えられるという意味を表します。やり方は次のようになります。1、座禅を組み自分の呼吸に集中し、1つ2つ3つとゆっくり数を数える。2、等になったらまた1から数え直し、自分の呼吸に全神経が集中するまで続けます。忙しい雑念から自由になり、心落ち着いた1日のスタートを切るための座禅の時間。禅の世界では無になりなさいと言いますが、いきなり無になろうとしても、無とはどんな状態かが分かっていなければ簡単に実行できるものではありませんよね。だから呼吸に意識を集中して、その他の情報をシャットアウトすることで、私たちは無の状態に近い没頭を手に入れるのです。自分の呼吸に集中できた時、不安や怒り、
焦りの気持ちが収まり、穏やかな心で一日を始められますよ。手を洗うことで没頭の時間を持つ。続いて、手を洗うことで没頭の時間を持つについて解説していきます。ここでは本書の内容から仕事や家事の合間にできる昼間の習慣について取り上げていきます。それは石鹸で手を洗い没頭の時間を持つことだといいます。私たちは仕事や家事をしていると、この目的のためにこうする、ああすればこうなると常に自分の行動へ意味をつけながら動く生き物です。しかし仏教の考え方から見れば、すべての行動に意味ばかり探す傾向は要注意。特に行動の意味すら捨て、ただ没頭する時間を持つことが大切と捉えます。ここで本書で取り上げられている昔の人が読んだとされる漢詩をご紹介します。時々に努めて不識せよ、仁愛を光しむことなかれ。これには自分の心に塵や垢をつけないように、日々心の掃除をしなければならないという意味が込められています。石鹸で手を洗う時間は、ただ手を洗うことに没頭することで心に塵や垢を溜め込まない、心を無にする時間に当てることがポイントとなります。ちなみに仏教の世界では、心を無にして一つの事柄に取り組んだ時に初めて顕化と呼ぶ答えが降ってくる場合もある、そのように考えるそうですよ。何のために、誰のためにと考えすぎて思考が煮詰まった仕事や家事の合間に石鹸で手を洗い、心を無の状態へ戻す時間を持ちましょう。一日の終わりを布団の中で振り返る。最後に、一日の終わりを布団の中で振り返るについて解説していきます。ここでは平井さんおすすめの心を落ち着ける習慣として夜寝る前にできることを取り上げます。主に2つのポイントに注目してみました。 1. 毎日決まった時間に布団に入る。 2. 寝る前に一日の出来事を振り返る。ここでは特に2番についてもう少しお話ししていきます。この一日の出来事を振り返る際に大切なことは、自分の感情を切り離すことだといいます。仏教では因縁説と呼ばれる考え方が守られています。それは起きたことには何かしらの原因があるという考え方です。本書によれば、一日の負の出来事を振り返る際は次のような視点を養うことが大切であるといいます。 1. 一旦は感情を脇に避ける。 2. なぜこの出来事が起きたのか冷静に原因を分析する。 3. 自分の行動がもたらした物事で謝りたい感情が芽生えてきたならば、一日の終わりに反省する。このように心の中で相手に謝るだけでも、ネガティブな感情を翌日に持ち越さないことにつながるということです。事実と感情は複雑に絡まり合うのが常。原因と感情の絡まりを解きほぐし、事実は謙虚に受け入れ、原因を考え、必要があれば相手へ反省の気持ちを持つ。これが翌日まで怒りや憎しみのようなマイナスな感情を引きずらないため、平井さんが禅の教えから学んだコツということです。では最後に、この動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、無の感覚を得るため、朝に呼吸を整えるということ。次に、昼間に手を洗うことで作業自体に没頭するということ。そして、心を落ち着けるために夜に一日を振り返るということでした。ネガティブな感情とは大抵予想外に勃発するものです。予測しなかった失敗が起きる。意図しないところで相手を怒らせる。不意に突きつけられた言葉で傷つく。このように出来事が自分の予想を超えた時、平穏な心は乱れ、負の方向へ引っ張られます。一方で、禅の修行とはあらかじめ決められたルールを守り続けることに価値があるとされています。そこには基本的にイレギュラーがなく、毎日同じことを淡々と続けるもの。しかし、同じような行動を選んで過ごす日々においても、昨日と全く同じ一日はありませんよね。
だからこそ予測しないトラブルが発生してもいつも通りの行動へ戻ることで普段の穏やかな心を習慣により取り戻すことができる。そのような禅の教えをもとに心を落ち着ける習慣をぜひ試してみてくださいね。以上で禅の知恵で心身を整える習慣の取り入れ方の解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますのでチェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは片付け掃除家計に関する本を紹介しながら暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。またこのチャンネルの運営会社アシストでは公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。